はい、修行家チャンネルでございます。こちらでちょっと見てください。これグランドジャガビーということで、フロマージュ味、グランジャガビーですね。これね、グランドって書いてるんで、グランジャガビーすごいですね。これね、なんかパッケージングはもう金ピカピンでこんなジャガビー見たことないですね。すごいお金かかってそう。すごいです。ですね、こちらね、まあ素材を太めにカットして、ジャガイモの味がもっとする贅沢なジャガビーです。まろやかなチーズのコクと旨味がジャガイモの味わいと絶妙にマッチし、ふんわりとした甘さが後引く美味しさですということでね。まあこんなパッケージになっております。すごいですねこれね。なんかお金かかってます。まあ大きさはね結構小さいんですけども、ジャガイモ自体小さいんですけどもね、こちらね、まあこんな感じになっております。まあ 38g ちょっとしか入ってませんね。その割には値段は高いですこれね。はい、1カップ、220カロリー、 38g の割にはねカロリーが結構高いです、うん、はい、ではですね早速ね食べてみたいと思います。開けてみましょう。はい、開けてみました。匂いの方はですね、まあ普通のジャガビーとそんな変わらないですね。ただちょっとジャガビーよりもねなんか綺麗ですね色が綺麗ですこれはい、ではねちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うわ、濃厚チーズすっげえチーズ効いてますこれ。うん、なんかね、うん、本当はチーズ食べてる感じ、うん、チーズのお菓子を食べてる感じですうん、でも美味しいこれ。これはワインに合う。うん、これワインに合うと思います僕は。すげえ濃厚。うん、なんかふわっとした感じ、美味しいですこれ。うん、濃厚ですこれ。うん、柔らかい。ジャガビーよりもねなんかふわっとした感じ。うん、うん、うん、すごいなこれ。確かにね、なんかなんかすごい絶妙にマッチしてますねチーズと。美味しいですこれ。ぜひねちょっとね買ってみて食べてみてください。チーズの好きな方これハマると思います。うん、なかなかねカルビやりますね。はい、というわけでこちらね、グランジャガビー、フロマージュアリ、多分ね期間限定だと思いますけどもね、こちらね贅沢カットということでこちら買ってみました。食べてみてね、うん、これは納得、美味しいです。はい、こちらね、レビューでした。ありがとうございます。